はーい、スパイスでーす。今回これです、ご紹介したのね、うん、これはね、まあ、死後探索というのが1から4まであって、私4を買ったんですけど、うちさんは読んでません。で、なんでかというと、願いが叶う宇宙の仕組みというのが書いてあって、ここに。これはまあ、引き寄せとかね、今の私、タフティも読んでますけど、あのトランスアービー。私、トランスアービーが一番好きなんですけど、まあ、こういうのも読んで補強しておこうというので、読んでます。願いが叶う宇宙の仕組み分かったということで。これはですね、ヘミシンクというので、まあ、ボブ・モンローさんかながアメリカで作られた、左右違ったし音源からその脳の中で合成する周波数を変えていくと、脳がその周波数に同調するということで、結構深いデータがベルアムとかね、アルファ波とかいろいろやってですね、いけるということで、私も CD 買ったんです。うん、万円しますけど高いですけど、でまあある程度のところに行ったんですけど、ちょっとなんかね、ちょっと私にはうーんっていうとこがあって、今ちょっと停滞してますけど、まあもうあと1段2段深める必要はあります。ただし、こういう境地までは行きました。その境地というのは、頭は要するに意識はあるんだけど体は寝てるというとこまでは行きました。行けます、私は行きました。ヘミシンクでは CD ではね、順番にゲートウェイって順番にあってただ、まあ今10か10どこか15、6ぐらいまで止まってますから、もっぺんちょっと気合い入れ直してやるために、まあ今ヘミシンクをですね、ウォークマンに入れて、ウォークマンってあのカセットテープじゃなくって、こうね、あのなんだかな、こう聞くやつね、こういう、こうあのウォークマン、今新しいやつでないんで、私の場合は4年か5、3年前に買ったやつで入れましてやってますけど、ただ CD から来る周波数とウォークマンで一回ソニーの様式に変換するんで、どこまであれがいくかなと思って今やってます。うん、効果ね、ガクッと落ちないかどうかね。昔は私はね、相葉のね、こう CD プレイヤーから直にこう耳に出てくる、それが来れましてね、今もウォークマンでやってますけど、まあ、それ置いときまして、これはね、で、死後の世界に行くんですよ、うん、死後探索と書いてあるように。そこでですね、とりあえずそのある人の運命というのがどういうふうに切り替わっていくかという、その仕組みが書いてあって、まあ、そのとこ行くとですね、まあ、必ずこのガイドっていうのがこのヘミシンクの場合にはいて連れてくるんですよ。こういうとこに行きたいって言うと、そこへ連れてってくれるんですよ。うん、まあ守護霊さんみたいなもんですよね。守護霊とはここに書いてないですけど、でヘミシンクでそこまで行くとですね、まあ、ガイドがいろいろいて、でケースワーカーっていうのがいて、ケースワーカーとは意識ワーカーとかだと CW っていうのが書いてあって、こういう本だよね。 CW というのはどんなもんかというと、こうある人ある人のこのなんかトランスアミーとよく似てるんですけど、どういう、まあ、バリアント空間、まあ、これバリアントと変えてないですけど、どういう空間をその人間がこれから移動していくかっていうので、こう何本か仮想世界みたいなのがあって、それをこう組み合わせるっていうのがあって、 A という人と B という人と C という人が例えば同じ場所にいると、その時に瞬間的にその場所でこのパイプみたいなのが、まあ、要するにライフラインみたいなもの、まあ、ライフラインというか運命のラインね、がこう合わさってるんですよ。例えば私の友達が、同級生が一緒に乗、例えば車乗って、例えば福井県に行ったとすると、この時にこの空間というのが、2人のパイプラインが、生命のライフラインが重なってるわけです。この車の中に、こういうふうに、2本のパイプラインが。で、私が、例えば、その時に、まあ、この、ないんですけど、例えば私が、ハンドルを右へ切ったら、友達の、同級生の体も右に動くとか、左に切ったら左へ動く、ここ同じ場所にいるんですよ、ライフラインが。そういうことをその CW という意識ワーカーとここに書いてありますけど、その人たちが一生懸命何千人も何万人もいて、一生懸命この線路のこのこういうふうに
合流みたいな感じでポイント切り替えみたいな感じで一生懸命この電流の通る場所を変えるみたいな感じでパイプラインパイプとパイプラインをこうちょっと離しておくとすぐそばを通るとか、こういうふうに一本にすると同じ空間を共有するとか、あるいはそのこの人の運命の流れにこのラインは合わない、だけどこの人は強く望んでいるという場合はなんとかその手前からこのラインを重なっているところを外そうと思って一生懸命やるわけです。例えばこのバスに乗ってると事故に遭うよというのが分かった場合に、この人がバスに乗らないように、この人はバスに乗る運命じゃなかった場合には乗らないように外す、例えば遅刻をしてしまう、あるいはあの一本前のバスに乗れてしまうとかね、あるいはたまたま家を出るときに急用が起きてしまうとか、あるいはなぜかわからないんだけど道一本間違っちゃった、あ戻ったらバス行っちゃったとか、そういうふうに意識ワーカーがやるわけですよ。 CW が一生懸命こう切り替えて、でそのバスに乗らずに、そのバスはまあその車とあのそのどっかにねあのこう不都合が起きるっていう、例えばタクシーでもいいですよ、あるいはその例えば仲間の車でもいいですけど、まあそういうふうに例えばの例です。それはそれに切り替えていくと、例えばある人間、ある男とある女が知り合ってはいけない時があるわけですよ。この二人はこの二人が知り合うとお互いの運命がズタズタになってしまって、本来思ってきたこのあの世からこの世に来る前に自分が決めていたラインに行けないと、この際で子供を作っちゃったら離婚するぞと、子供もひどい目に遭うぞということがはっきり分かっている場合、でもこの二人を合わせてしまうと相思相愛になってまってしまって結婚してしまうと、それで今CWはずっと前からこの二人が合わないように、知り合わないように、知り合ってもかするように必ずこうポイントポイントを一生懸命切り替えてやるわけです。そういうことは私一切やってと思ってなかったんですけど、これやってるんですよ、これこの本では、うん、で CW にとって一番困ることは規定路線の2人が走ってて歩いてて、あこのまま行ったらいいぞと、この2人は合わないし、この男もいい人生を送るし、この女もいい人生を送るし、帰ってきた時霊界にねいい風になれるよという時に、なぜかこの男が例えば今付き合ってる女の人はちょっと不満だなと、もう少しねこうなんていうかな、自分に合った例えばこうボリュームがあって音楽でもやってこうなんていうかな、自分に合った人が出会いたいと、たまたまその女はあの非常にこう肉感的で、あの例えばまあねあのセクシーで音楽も上手だということがあった場合に引き寄せられてるの、これを何とかして引き寄せられないようにこうポイントポイントを一生懸命一生懸命こう、あのね、こう切り替える。でこのケースワーカーにとって一番この腹立つことって一番困ることは、このまままっすぐ行けばいいのをなぜかこの男がそういうやましい心を起こしたと、なぜこんな心を起こすんだと、生まれてくる前はいい人生を送れるってことで、今まですごくその本人のプランに沿ったいい人生、計画通りのいい人生を送れてるのに、なぜこれが例えばあの男女交際で変な風に走ったかとか、あるいはギャンブルに急にのめり込んじゃったとか、株式もそうです、株式になんかちょっと儲けていっちゃったとかね、なんかこう急にこう会社の中でもなんかこう変なやばしいことやっちゃったとか、なぜそんなところに走ったんだっていうことで、ケースワーカーがなぜそういう心を起こしたんだという、なぜそういう欲望を持ったんだということがものすごくこう困るわけらしいですよ。例えば変な心を持って変な欲望を起こすと、その男のライフラインが本当にそっちの方へ切り替わってちゃうんですよ、なんかぐん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 と。ほんとケースワーカーが見てた時に守護霊さんが困った困った、ああ確か困ったな、ライン切り替える時に、では一人のラインをちょっと切り替えるだけでもものすごい人数、下手したら数百人数十人っていう人に営業が出るわけです。例えばその男の車がほんの何秒か遅れた方がいいっていう、それをやると今度周りの人たちが
こう何その車にぶつからないように何かこう例えば会社であのなんかこう間に合わなかったりこの飛ばないでもいい信号で止まったりというようなことが起きちゃって数分ならいいけどこの数十秒数十分ってなるとすごくその困るわけです。その辺のことがあたふたあたふたするからとにかく自分のラインに乗ったらもう動き出さんだとつまらない欲望は持ち出さんだってことが書いてある。もう一つ書いてあることは霊界に入ってからこれ MC ガイドガイドが来るガイドはまあ守護霊的な人たちだから結局霊界へ行くわけですよ。霊界へで地獄に行った人のことも書いてあるしそれから宗教に凝り固まっちゃって変な宗教にその何でもないつまらないその実はあやふやな天国みたいなところに行ったって苦労するっていうことも書いてあるんでそういう人のね霊も書いてあってそういうとこからですね地獄からやったら地獄の入って地獄からこのもう出たいっていう地獄に疑問持って出たいっていう人をこう上の方から見ててあこれいいなと思ったらその人を救ってくるわけですよ。なんとかうまいこと地獄にその疑問っていうかギャンブル地獄とかいろんな地獄があるわけですよ。その泥棒の地獄とかもっともっとひどいところもあるわけですよ。ただあまりにもひどいところ行っちゃうとなかなか上上がってこれないらしいんですけど、まあ、ちょっとしたところから上こう上げてきてでその人をですね今度その地獄なら地獄に住んでる同じ自分の例えば泥棒地獄なら泥棒地獄の中にまたもっぺん派遣して人を救ってくるっていうことをやらせるわけですよ。その時にすごいその喜びがその元泥棒の人に生まれるということでまあそういうのを何回もやるとですねもうベテランのその救助員とか人を救う人になっちゃってもう泥棒の世界に戻らないですよ。そのバカな世界にはそれでも書いてあります。分厚い本ですけどまあ今かなり実際に飛んだことが書いてあります。まあ皆さんもしもねよかったら読んでください。死後探索モンロー研究所のヘミシンク技術が可能にしたと書いてあって人類大進化の旅ブルース・モーエンさんって書いてありますね。これですよね。よかったらね読んでください。ではまた次回ねお会いしましょう。